こんにちは。今日は8月の23日水曜日です。今日は急遽雑談動画ということで iPhone の録画ボタンを押しております。この間ですね、YouTube を見ておりまして、町中華のお店で、ちょっとねそちらのお店で、チャーハンを食べてみたいなっていう気持ちが湧きまして、浜松市からですね、その町中華のですね、チャーハンを食べに、お伺いしたんですけども、残念なことにですね、ちょうど臨時休業みたいな形でお休みで食べることができませんでした。今ですね、残念なことにと言葉が出たと思うんですけども、それはですねお店の方とかになんかこう残念だなとかってそういうことではなくて、なんかね自分の方のこのタイミングの中でですね、そんな風にね思ったのかもしれないですね。そちらのお店なんですけども、YouTube の方で他の YouTuber の方がですね、その店主の方になんかインタビューのようなものをされていたような気がするんですよね。インタビューっていうかね、雑談動画みたいな感じでちょっと雑談をその店主と、しているような感じだったと思うんですが、いずれにしてもですね、その店主がですね話している言葉だったりこう、見た時に、このマスターのちょっと作るなんかそのチャーハンとかを、なんか食べれたらいいなと思って、これは食べてみる価値があるんじゃないかなと思って食べに行こうかなと思ったのがきっかけになります。今ですね急遽雑談動画ということで、いろいろなコメントとかね整理して話していないのでちょっとまとまりがないと思うんですけども、今回食べれなかったんですけども、本当にそのなんか自分の方のこのなんていうかなタイミングとしてね、食べれなかったんですけども、それはそれでですね、なんかこうね感慨深いですね感じをですね、味わうことがねできました。それでですね、こちらの丸鶴さんっていうお店なんですけども、こちらはですね東京の確か板橋区というね場所にあるんですが、東武東上線の大山駅からですね徒歩5分ぐらいのところにあります。でアクセスもですね割と分かりやすくて、迷うことなくですね行くことができました。東上線っていうんでしょうかね、東上線の大山駅からですね5分ぐらいのところですね。で、帰りにですねほんの少しだけなんですけども、駅の周りを歩いてみたんですけども、なんていうんでしょう、下町というのでしょうかね、割とですねレトロ感のあるような商店街のようなね風景を感じました。で歩いているとですね、なんかタイ料理屋さんとかですね、そういったそのアジア系のレストランなんかレストランといいますかねお店もあって、あとは丸亀うどんさんとか星野コーヒーさんとかなんかそういった喫茶店的なものもですね見受けられました。帰りにですねロト6 の, 宝くじをね少し買いまして帰ったという感じになります。まとまりのないね、雑談動画だったと思いますけども、以上となります。ありがとうございました。